はい、こんにちは。相手は、マナソクアタッカーが揃っています。さらに、一番奥に、復活のヘインダールがいる、かなり攻撃的な、もう、あの、パズルが来ないと、あっという間に倒されてしまいそうな、えー、えげつないチーム構成だと思います。こちらは、クランパスを入れてみました。育成中です。また、 ジャッバーワックがいるのであわよくば回避をと思い忍者を両サイドに入れましたはいでは行きまーすえー、盤面に青があるのは嬉しいですねなかなかいいですねはいではもう一回マナ貯めましょうかね えー、どうですかねいきましょうか最初はグレイブメーカーを倒すつもりでこのチーム構成でしたが、えー、パズル的に最初に狙う相手を変えましたはいでは続けていきますさすがに盤面に青がないので、えー、どうやったら一番玉がたくさん消えるかなー はい、ちょっと青も降ってきてくれてますしいいですね復活は免れたでは回復して、えー、さらにブーストもかけてでここで、えー、クランパスを発動します、はい、では、えー、まだまだ盤面に青が欲しいので えー、これいきましょうかはい挑発が効いてますねーえー、ではえー、盤面に青が欲しいのでえー、たくさん玉を消せる方法を考えています はい、クランパス挑発効いてますね忍者を入れた意味がなくなって良くなかったのかな <laughs> はいではまずは盤面に盤面に青が欲しいです今まずは盤面に青が欲しいです、えー、全体攻撃持ちに対してやはり挑発は強いですねえー、では では、悩ましいですけれどもここ行きましょうかあ復活はやめてありがとうはい盤面に青が欲しいです盤面に青が欲しいです 中途半端に発動しても何にもならないと思うのでえーヘインダールが邪魔だなはいではヘインダールを倒悩ましいけどもフィンディ狙ってみましょうか これでフィンディが倒せないといけましたねギリですねえか、ー、打ちしたいのですがそれもできない、えー、ヘインダールもそろそろまたスキルを発動しそう盤面に青が欲しいうまいこといかないですねはい忍者回避作戦も失敗ですね ははいでは、えー、ヘインダールがそろそろスキルを発動する復活されるとつらい、えー、盤面に青が欲しいです、はい、そもそもはグレイブメーカーを先に倒そうと思って青多めのチーム構成でした、えー、ヘインダールがスキルを発動してしまうグレイブメーカーも あと一歩倒しきれていないヘインダールの復活が今回はこちらにとって運よく、えー、発動しないですね復活しないですねそろそろ盤面整理も終えてドドッと青が欲しいんですけど えー、パズルが下手ですかね今回はえあ、ー、とで見返して下手だった部分はチェックしますどう長期戦忍者回避しましたねえー、作戦通りですね ではここで発動しても弱いだけなので、えー、盤面に青が欲しいですはいそもそも盤面に青が欲しいですではちょっと狙ってみましょうか、えー、最後の最後まで復活持ちのヘインダールが後回しになっているのは 陣形からしたら相手の作戦通りでプレイ的にはこちらの失敗だと思ってます。と相手のヘインダールの不発がちょっと多すぎる気もしますが今回相手のヘインダール一回も成功してないですよね。 はい、では続けていきます。はい、これでそろそろ勝てますかね。はい、きつい相手でしたが、なんとか勝つことができました。はい、ありがとうございました。